暇じゃのう。暇じゃ暇じゃ。長政に言われて、九州を離れて、伊予までやってきたはよいが、城から全く離れられぬとは。まあ、兵糧がないのでは仕方がないが、戦場に出たいのう。じゃが、すでに四つも軍を出しておるからのう。これ以上軍を出して、兵糧が足りなくなってしまっては、元も子もない。あともう少しの辛抱じゃから、待つとするかのう。ま、せっかくゆっくりできる機会ができたんじゃ。じっくり、下克上の策でも、練らせてもらおうかの。栗山殿。おお、これは鍋島殿。長旅、お疲れ様でございます。あいや、あの程度の船旅、何の問題もござらぬ。どうかなされましたか？いや、その、なんだ。その、栗山殿は、黒岳に仕えられて、長いのでござろう？ええ、まあ、幼き頃より、大殿にお仕えしております。それでなのじゃが、ちと、伺いたいことがござっての。ほう、なんなりと。大殿とは、どのようなお方なのでござろうか？ふむ、唐突ですな。黒田の家に迎えられ、中津でご挨拶はさせてもらったが、まだ、じっくりとお話をさせていただく機会がござらぬ。それで、以前ですな。元はそれがしの家臣であった、成富という男に、天下を取るには知恵も勇気もあるが、大気が足りない、と評されたそれがしのことを、物足りなく感じていた、という話を聞かされましてな。ふむふむ。結局、成富は、それがしに見切りをつけて、一足先に黒田の家に仕えたのですが、つまりそれは、成富の目には、大殿や殿には、知恵も勇気も大気も備わっている、というように映ったということでしょう。なるほど。では、知恵、勇気、そして大気を兼ね備えた大殿とは、栗山殿の目から見て、どのようなお方なのであろうかと、思いましてな。なるほど。しかし、やはりそれは、ご自分の目で確かめられた方が良いのでは？善助、善助はおるか？は、大殿、こちらにおりまする。お善助。お、鍋島殿もご一緒か。大殿。むむ、鍋島殿にそう呼ばれるのは、何やらくすぐったいのう。あいや、鍋島殿というのもちと触りがあるな。今後は直重と呼ばせてもらおう。はは。ちょうどよい。善助、直重。こちらに来い。策を練るぞ、付き合え。は。あ、いや。それがしもでござるか。当たり前じゃ、早くいたせ。鍋島殿、我らも参りましょう。あいやしばらく。それがし、黒岳では所詮新参者。そのようなものが、大殿が策を練るのに付き合うなど。鍋島殿、ご遠慮なさるな。大殿は、ああいうお方なのでござる。ああいうお方？大殿は今、黒田の家と、殿、長政様のために、知恵を振り絞っておられるが、もともと、そうでなくとも、策を練らずにはおられぬお方なのでござる。はは。策を練り、人を動かし、国を動かし、世を動かす。そうやって、乱世に、己の生き様を描いておられるのです。そして、その前では、人間のさまつな決め事など、何の意味も持たぬ。大殿の策はおそらく、毛利との手切れのことでござろう。毛利との、実直な鍋島殿のこと。心中し、援軍を何度も借り受けている毛利に、刃を向けるのは、気が引けるとお考えかもしれぬ。だが、大殿は、そのようなこと、けほども気にせぬ。大事なのは、自らがどう考えるかじゃ。おい、二人ともはようこぬか。どうなさる、鍋島殿。それがし。それがしも、大殿の乱世に描く絵図、見届けとうござる。ふ、さあ、鍋島殿、参りましょう。はい。それでは、1601年7月、スタートから14ヶ月目の政略フェーズを行っていくよ。はっ。まずはいつも通り内政から。はい。商用、武将の移動、工作などを終わらせたよ。密約可能な武将は、八須賀家に一人いる。ただ、八須賀と戦うのはもう少し先の話。密約結ぶのは後回しでもいい。取引を行いましょう。今は全ての金をありがとうございました。お米につぎ込む。これで兵糧は9400くらい。戦
分だけど、今月分は持つと思う。さて、格闘場に島津軍が向かってるけど、ちゃんと追い返せるかな。また米隊はさすがに、兵数が減りすぎて、もう使い物にならなさそうだな。じゃあ、今月も時間を進めるよ。セミが鳴いてる。もう夏も終わりかなー。なんて感傷的になってたら、加藤清正軍と生駒軍がぶつかった。ここで生駒家の軍を殲滅できれば、天霧城だけでなく、もう一つの城、蘇合城も簡単に落とせるはず。きっちり殲滅するぞ。この決戦は、シャシャシャっとお送りするよ。沼罠を二つ置いて準備完了。いざ、開戦。我に続け。時間を進めるとすぐに、左右両側で敵を発見。相手は陣の破壊を狙っている様子。こっちは包囲の準備にかかる。始めよう。そして案の定。始めましょうか。これほど。沼ポチャ。こっちも沼ポチャ。一部隊ずつしか引っかからなかったのは残念だけど、相手に攻撃負荷効果がついてる間に潰させてもらうよ。左側の部隊はおとり挑発のおとり隊だったりしたんだけど、沼罠にはまった2部隊は難なく壊滅。あとは対象隊を先に壊滅させないように注意しながら戦うよ。で、それがうまくいった。最後はいじめのようになっている。6部隊で囲んで終了。やりたい。前へ。うむうむ、ストレスフリーな戦いだったよ。島津との決戦とは大違いだ。ところで立ち止まれぬ。殲滅戦も成功したし、文句なしだな。さて、天霧城はどうなるかな。あ、なんか捕虜がいた。投用できるぜ。ラッキー。そして天霧城は速攻陥落。うむうむ、最高の流れだな。なしと、ここで高田城に浮田の救援軍が向かっているのに気づいた。これは津山城から出た軍勢だな。めちゃくちゃいい流れじゃないか。高田城の次は津山城に向かうつもりだったから、決戦で兵が削れるんだったらそれに越したことはない。さて、清正軍は部分入城させるよ。一部隊兵を入れ替えて、3300くらいで、蘇合城に向かわせる。到着は17日後。さて、そろそろ島津軍が格闘場に着く頃かな。あ、その前に、帯城の様子も見ておこう。いいねいいね、左奥の攻め口がだいぶ進んでいる。とここで、格闘場に島津軍が到着。これはサクッと終わらせてやろう。部隊数、兵数どちらも互角の決戦になるけど、先月の島津義弘との決戦に比べれば、へでもない。黒田軍、4部隊ってなってるけど、城の抑えに1部隊残したので、実際には3部隊だよ。先着効果あり。うむうむ、これだけ軍技力あれば十分でしょう。罠を配置するよ。沼罠二つとうずめび一つを配置。餌となる陣も二つ配置して、いざ、開戦。遅れを取るな。開始早々、敵総大将が突っ込んできた。沼に落ちろう。このままでは。沼ポチャ。このままでは。こっちも沼ポチャ。相手は3部隊全部が攻撃負荷になった。叩きのめせ。ちゃちゃっと片付けちゃいましょう。左側の部隊がおとり挑発隊だったんだけど、最終的には奥の部隊を除いて2部隊壊滅させて終了。我らが破れるとは。1部隊残しちゃったけど、追い返せればよかったので全然 OK。 さすがです殿。勝てばよい。被害兵数9って神かよ。にしても、損害少なく終わってよかった。
これで格闘場は万事休したな。あとどれくらいで落ちるだろう。強行で残り6日。いいねいいね。ここでちょっと、長政軍にご詰めを送ろうかと思ったんだけど、まだ武将の配属が終わってなかったので、もう少しだけ待つことにしたよ。それではまた、全体を見ながら進めるよ。とここで、帯状のことを思い出した。ちょっと気づくの遅くなっちゃったけど、本丸の一つ手前の城門までたどり着いてる。では早速やらせていただきましょう。肝付きくん、頼んだよ。来るよ来るよ。あー達成感。そしてざまみろ感。時間を進めると、一瞬で本丸前に到達。これで終わりだと思うなよ。稲津くん、やっておしまい。来るよ来るよ。はよ来いや。あー達成感。そしてザマーミサラセカン。2連続内容で帯状を陥落させたよ。結果的には2ヶ月弱で落ちたことになるから、まあ、悪くはなかったかな。佐渡原はほぼ無傷で落とした小西軍だったけど、帯状攻略で兵を半分くらい失った。損害がえげつないぜ。ちょっと軍を再編成するよ。二部隊の兵を入れ替えて、5000弱で渋市城に向かう。出陣しよう。到着は14日後。さて、長政のご詰めはまだ用意できないかな。まだ武将が到着してなかったので、少しだけ時間を進める。すると、武将が到着したので、軍を編成するよ。はい。宇土城と熊本城から、4部隊3200名の軍を起こして、泉城に向かわせる。ここは軍の規模ではなく、軍の数で押し切ろうという作戦。さて、ではまた時間を進めようかな。そろそろ、毛利援軍と沖田軍がぶつかりそう。はい、ぶつかった。高田城は兵糧攻め中なので、城門の抑えに2部隊残しておくよ。7部隊で決戦に臨む。勝ち確なんだけど、殲滅戦にしたいので、指揮を取るよ。相手は2部隊2800名。下手すらさっきみたいに、被害兵数ほぼゼロで勝てるかも。まずは罠を設置するよ。森の中のわずかな平地に、沼罠を2つ設置。あとは金打ち櫓とか適当に配置して、準備完了。海戦じゃあ。我に続け。しかし、敵の配下部隊は、罠回避効果がついてる臨戦持ちだったため、こちらの沼罠には引っかからず、うまく陣だけ破壊して、また後ろに下がっていった。覚悟せよ。その後、敵対象隊と合流して、2部隊で再度出まし、対象隊は沼ポチャしてくれた。あとはもう囲み込んでゴリ押すしかない。の手じゃ。というわけで、なんとかゴリ押しに成功。最後は7部隊で敵1部隊を袋叩き。時間かかったけど、なんとか殲滅できた。弁当殿様様でございます。はい。大義であった。これで、津山城攻めも楽になるといいな。敵武将を一人捕まえたけど、東洋には応じず。かたじけない。どうぞお帰りください。ちょっと早送りするよ。時間を進めると、格闘場が落ちた。苦労させられたぜ。武将を一人投用できた。さて、それでは長政軍の再編成を行うよ。人吉城と鍋城から合流部隊を連れてくるよ。そして、ちょっと編成をミスって、格闘場で傷んだ部隊の兵を入れ替えるのを忘れた。集結中に部分入場はできないのね。そして、島津軍がまた出てきてる。懲りない奴らだな。
しぶとい。というかしつこい。で、時間をまた進めると。我らとて、負けられぬのでな。高田城がようやく落ちた。中国地方に、黒田家の拠点をゲットしたぞ。参る。毛利援軍には、そのまま津山城に向かってもらう。今のところ、迎撃軍は出てこない模様。またちょっと早送るよ。島津軍の動きが気になる。追加で兵を出すべきか、悩んでいるよ。とりあえず、長政軍の集結が終わったから、2部隊の兵を入れ替えよう。また米隊などの兵を入れ替えて、4500名強で、カジキ城に進軍させる。島津軍の進路が変わったな。お次は佐敷城から兵を出す。佐敷城から2部隊加えて、6部隊4800名の軍を、伊豆城に進軍させる。島津軍の動きは変わらず、しぶし決戦になりそうだな。また時間を進めるよ。清正軍が蘇合城に到着。強行で8日間。完璧な流れだな。続いて島津家のしぶし城。こっちは包囲で42日。敵軍が向かってきてることだし、とりあえずこのまま様子を見よう。しぶし城の救援に向かっている島津軍は、4部隊3600名。さすがにこれなら、小西軍でも対処できるだろう。で、そのまま月が変わった。先月の終始です。長老もなんとか耐えたな。ご命令を。お、浮竹が津山城に軍を向けてるな。3部隊5200か。それならまあ大丈夫そう。下津城に集まってる浮田軍には、やっぱ豊臣援軍入ってるよねー。毛利援軍と接触させないように気をつけなければ。さて、では今回はこの辺で終わろうと思うよ。なんとか8月までたどり着いて、9月以降の大攻勢の準備ができそうな感じになってきたよ。8月は、島津、浮田攻略終盤戦と、かしこまりました。蜂須賀攻めのスタートになると思うよ。どうぞお楽しみに。では、続きはまた明日。次回もよろしくお願いします。鳥之助でしたー。